トンガ王国の島。トンガ中部のハーパイ諸島を構成する島の一つであり、首都ヌクアロファの北東に位置する。ハーパイ諸島の首都であるパンガイはこの島にある。リフカ島はジェームズ・クックがトンガのことを友情の島と呼んだ島である。バウンティ号の反乱が1789年に発生したトファ島はリフカ島の西40海里に位置し、 活発な火山活動を行っている。ブライ船長は2009年にタリースカーバウンティのチームに更新されるまで近代的な航行支援システムを用いずに無観判船で航海した最長記録を保持していた。不運な運命にあったフランス船籍のトールシップポルトー・プランス号は1809年に北東の海岸で地元住民に襲撃され、 乗組員がほぼ全員虐殺されたが、その最後の寄港地がリーフカ島であった。数少ない襲撃からの生還者の一人である、ウィリアム・マリナーは、王によって救済され、イギリスに帰国することを許されるまでの4年間を、トンガで過ごした。マリナーは帰国後に偶然作家のジョン・マーティンと出会い、マリナーとマーティンの協調により、トンガ諸島の原住民の話という一冊の本に、 マリナーの経験がまとめられた。この本は、トンガ王国の初期の文明化に関する人類学的研究上高く評価される書物となっている。また2009年には、当時のポルトー・プランス号の怒りが地元のダイビング事業者によって発見された。人口は2968人、面積は11.42平方キロメートルである。リフカ島空港がある。空港から、 首都のパン街まではバスが利用できる。北隣のフォア島とは橋で結ばれている。南隣のウォレワ島へは環潮時に徒歩で渡れたが2006年の地震以降、環潮時に出現する岩場が不安定となっている。ウイハ島へは連絡船が就航している。ありがとうございます。